どうも、外来種ハンターの黒メガネです。今日はですね、霞ヶ浦にやってまいりました。以前やったんですけどね、霞ヶ浦の幻の魚断頭棒っていうね、以前挑戦して、釣れなかったということで再度挑戦ということで霞ヶ浦にやってまいりました。本日はですね、竿2本、こちら左の竿がですね、シマノのホリデーイソ2号ですね。こちらでミミズをぶっこんで、でこっちがノベザオですね。黒メガネチャンネル開設5年経ちますけど、ノベザオ使ったことあんのかな、ちょっと記憶にないぐらい。今回ノベザオね、浮き使ってやってきます。で餌はこちら、練り餌ですね。磯竿の方はミミズをぶっこんで、浮きはこちら練り餌でやっていきたいと思います。本日釣れるんでしょうか、よろしくお願いします。ではまずミミズをぶっこんでいきましょうね。昨日取ってきましたよ、ミミズちゃん。鮮度抜群、鮮度抜群のミミズちゃん。断頭棒口ちっちゃいんでね、針も取ってここです。キヌバリです。よいしょよいしょ。これは遠くをね、双葉を狙うっていうことで、ほんで、でこっちは近場ですね。こっちは一流は近場で。先出てた方がいいのかな、なんだろうな、針先に出てた方がいいのかしら。行きましょうか。ついてんのかな。ついてる。ついてる。待って、これ
これ狙いの魚か。これや、弾頭棒や、弾頭棒や、狙いの魚や。ちっちゃいけど弾頭棒だ。弾頭棒来ました。弾頭棒、弾頭棒来ました。お、来た来た来た、当たってる、当たってる、当たってる。来た来た、もう一回。あ、サイズあるな。この引き方覚えがある。あれ、この引き覚えがあるぞ俺は。あ、このパワフルな引き、弾頭棒じゃないな、これあれだろ、あいつだろ、これ、これあいつだな。あいつだわ。違うか、あの、あれ生かと思ったんだけど。あ、そうだ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 、この引きはそうだ、この引きはそうだ、あめ生だ。ん、あれ濃いか。あ、違う、あめ生だ、あめ生だ。アメナマランディン、アメナマランディン。あ、食べ頃サイズですね。アメナマ来ました。来ると思ってたよ、来ると思ってました。アメナマゲッツ。何センチだ、結構あるんじゃないか。2、4、50ぐらいだね。アメ玉ゲッツ。
い、それでやっていきますよ。これサラダ油ちょっと多めでやりますか。はい、スキレットに油をぶち込みましたら、こちらなんていうんですかね、あれ調味料ハーブに漬け込んだ弾頭棒イン、ほいたらをかき回しながら、こうなんか、ね、向こうの料理っぽいでしょ。はい、それでは人生で初めて食べます弾頭棒、いただきます。小骨が多いらしいんですけど、骨切りしてるから大丈夫だと思うけど、あれ、身が思ったよりあれか、こんがり焼いてるだけか、もっとふっくらしてるかと思った。いただきます。やっぱ小さいから食べるとこ少ないかな。うん、うまい。なんかこの。ちょっとブルーギルに似てるな。ブルーギル食べたことあるんだけど、うん、まああの SB の香草焼きの素がうまいっていうのもあるでしょうけど、結構ね、あのいっぱい粉をかけた割にはなんか全然あの負けてない。あ、これは、まあ、中国で普通にあれですからね、食用になってるやつですからね。あ、ほら、こういう、ほら、うん、うん、出てきた。こういう小骨がひっくり返す。あ、やっぱ小骨がねあるんですね。普通にうまい。こんなちっちゃくてうまいんだからね、大きいと40ぐらいになるらしいですけど、ほら、骨がね、これやかも。まあちょっとこの腹部分のこの骨があるこの食べにくさは若干あるかもしれない。こういうこうやって取りな口からね、こう吐き出しながら食べなきゃいけないっていうあれはあるかもしれないけど、まあこれまた機会があれば、でかいのついたらでかいの。ごちそうさまでした。